今年4月、相田市の認可保育園で、すりおろしたリンゴを食べた後、窒息状態となった乳児が死亡した事故の発生から半年が経とうとしています。今日、女の子の父親が初めてカメラの前でその胸の内を語りました。正直なところ、うちの娘がなんでこのような事故に遭わないといけないんだろうという、娘がいないという現実が非常につらい。ハンカチを片手にカメラの前で悲痛な思いを語る男性。この事故は今年4月、相田市の認可保育園で保育士が生後6ヶ月の女の子にすりおろしたリンゴを食べさせた後、女の子が窒息状態となり今年5月死亡したものです。死因は多臓器不全でした。事故の発生から半年が経とうとする中、今日鹿児島市で女の子の父親が事故後初めてカメラの前に姿を見せ、その胸の内を話してくれました。娘のことに関してちょっと落ち着いてきたことと、娘のために何かできることはないかということで、やっぱり抱っこしたりとか、そういう時に笑いかけてくれるのが一番忘れられないかなと思います。私たちとては希望だったと思います。守れなくてごめんなさいと言えませんでした。抱っこしたいと、会いたいということがやはりふとした瞬間に言うことがあります。男性の手元には小さな熊のぬいぐるみが。この人形は娘が入院してから亡くなるまで一緒にいた娘の誕生日付きの熊なんですけども、妻がこれを、娘が生まれた時に買ってきて。会見中、男性が何度も口にしたのは園の対応への不満でした。とにかく対応が遅かったんじゃないかなっていう気持ちが一番強いです。原因になったものは一体何であったのかなというのを教えていただけたらなという。そして男性は娘との別れの日のことを振り返りました。呼吸器等を全部外して、私たちの腕の中で最後の一呼吸するまで頑張って生きようとした姿を見れた。子育てされている方なんかはやっぱり子供に対してその時一瞬一瞬しかないので、できればそれを大事にして子育てしていただけたらなと思います。はい、意を決してこのようにテレビの前で話してくださった言葉というものを、全ての方にこの心に留めておいてほしいなと思いますね。そうですね、ご両親の喪失感を思うとこう胸が締め付けられますね。遺族の代理人弁護士によりますと、現在も相田市の検証委員会では原因究明の調査が行われていまして、警察も捜査を続けているということです。